ローカル駅紹介コーナー。イエーイ。はい、はい、はい、今日は何駅ですかこれ。あ、この駅はですね、出雲市園町にあるその駅になります。その駅、その駅ですね。あー、ローカル感溢れてますねこれ。無人ですね。無人だよ。でもここは学生さんが通学するのにとても便利なところなんだ。へえ。中入ります。でも駅の名前を写してほしいな、うん、あ、どういう字を書くか。あ、まんまですね。まんま。これはそのステーション。そのステーションそのステーション。その駅。なるほど。その町ですからね、ここ。そのだから、ね。うん。なるほど。にしてもこの駅はなかなか。電車でも来ないかな。うん。入ってみますか。はい。いいよ。お。座布団ありますよ、座布団。これ優しいですね。老人にも優しい作りということですね、これ。ちょっと心がほっとするな。めっちゃ虫いますけど大丈夫ですか。いや、これが自然だ。うんうん、うん、いいところなんだ。さて、今は何時だい。こっちあるんです、こっち。お、ね、お、この電車出雲市行きが来るんじゃないか。あ、あと4分で来ますよ。あと4分で来るんじゃないか。あ、ちょっと待ってみますか。やだ、いい時に来たな。あ、なんかありますよ、それ。おしゃれじゃないですかこれ。あ、かなり綺麗だな。あっちの看板と大違いですね。そんなこと言っちゃいけないよ。あれはあれで歴史があるんだ。なるほど。そういったところをローカルでは楽しむんだね。なるほど。ちょっといいところを見つけていきましょう。そうだな。いや、ただあと4分で来るなんて嬉しいな。この駅4分持たせれますかねこれ。いやー、そこはなんとか練習でつなぐことかできないのかい。頑張ってください。頑張って。フリートークはとても苦手だぞ。こっちに歩いて行ってもそういえばここには総龍寺があるじゃないか。お寺ですね。お寺だな。10月には寒月会っていう月を見るイベントがあるんだ。はつまらないなんて君は言っているのか。都会の生活に憧れてる。